程よく親近感、バックは収入バレないノンブランド、派手なおばさんにならないようにお化粧は薄め、出会い頭はビッグスマイル、子供に母親聞き出して廊下で交換 SNS、 QR コードにもたついてたら恥ずかしい、断りたい時魔法の言葉あんまり使ってなくってママたち主戦場、戦の合図はビールで乾杯、会話のバランス相手が7割自分は3割、ひたすら相槌からのすかさず挟む褒め殺し、蒼汰君足速いって聞いたよ、夜はスマホで SNS、 いいねは全員平等にじゃないと後で揉めちゃうかもです、噂話は首突っ込まずに笑顔のスタンプ、休みの日にはサッカー観戦、声を枯らして応援して、休憩時間は情報戦、特売情報小児科情報で人気者、集合写真あげたい時はしっかりアプルパルを撮る、おうちはママたち集会所、 NG 話題は収入学歴、盛り上がること間違いないのは子供の話、夫の不満ヒーロー話大きい声で言いましょう、あの人超かっこよくない、縦横無尽の脱線と喋り疲れたらちょっと休もう、喜ばれること間違いないのは美味しいお菓子、三つ星ポッキー